はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、ついにですね、ついに私、統合版に今来ております。なんかエモートとかできるらしいんだけどさ、わかんないの、エモートのやり方が。残念ながらなんか踊れるらしいんだが、踊れない。くぅ、踊りてぇ。とりあえずなんか今回ね、なぜ統合版に、来たかというと、なんと、こちらワンピースモッドなんですけど、朝さんというね、方が、作ってくださった、ワンピースモッド、まあ作ってくださったというか、ずっと1年結構前からもう存在しているモッドで、とてつもないクオリティなんですよ。はい。で、ぜひね、ちょっと朝さんの、今ちょっと貼り付けておきますけど、その朝さんの、チャンネル、もうすごい、もう、なんだろう、丁寧に編集されて、紹介されておりますので、結構もうパート50ぐらいまであるのかな。はい、ありますので、ぜひ、概要欄の一番上に貼っておきますので、ぜひ、もっと、なんか詳しく知りたいっていう方は、そちらの朝さんのチャンネル、ぜひ見に行ってみてください。はい。今回も一応許可を得てね、実況させていただいております。実況してよろしいでしょうかということで、快く OK してくださり、本当にありがとうございます。はい。ということで、今回なんですけども、ちょっとね、もう、もうすごいいろんなキャラクターが追加されてるんですよ。なので、今回は、まず、手始めに、一人のキャラクター、まあ、あとちょっと、他のね、敵キャラも一応加えて戦わせる。プラス、一つの悪魔の実を紹介したいと思います。で、今日は一応紹介というかね、だけになるんですけど、明日以降、サバイバル。この統合版の、この朝さんの、モッドっていうのかな、アドオンって言った方がいいのかな、アドオンで、サバイバルやっていきますので、ぜひ見ていただけると、ありがたいです。こんな感じでね、これ、全員キャラクターです。で、今回一応紹介したいのが、こちらですよ。ゴールディーロジャー、ゴールドロジャーですね。はい。これそっか、こうやって取ると、行ったりだね。これゴールドロジャーを、ついに出すことができると。で、まあ一応誰かちょっと敵キャラとして出したいから、そうだね。まあ一応海兵とかにそっか、最初は。海軍大佐とか。ここら辺ちょっとやってみようか。ということで、まず、ゴールドロジャー、これですね。一応手持ちでこんな形の、もうスポーンエッグではなく、まあドットの感じのもう顔グラになってますね。はい。ということで、じゃあいきます。はい。やーべんだこれ。海賊王ゴールドロジャーマジですげえんだこれ。すげえ強そうやーべえ。で、もちろん、見た目だけではございません。はい。海軍大佐出そうか。さあ、海軍大佐。これあれだね、体力が見える。あ、戦わんか。あれ、海軍と戦わなかったっけ。海軍と戦わな、あ、戦わないか。ちょっと待ってね。よし、解決したぞということで、まず、ゴールドロジャーですね。ゴールドロジャーを出して、じゃあ海軍大佐行こうか。で、このままでは戦わないので、これで戦わせます。さあ行くぞ。スタート。でも、なんとこれ、ゴールドロジャー、あ、強すぎますね。はい、強すぎて、さらに、これ、ゴールドロジャー、今ちょっとね、アップでちょっと見づらかったと思うんですけど、技を使うんですよ。で、これ、クリエイティブの僕にも多分これ、効いてるんですよね、残念ながら。これ、攻撃速度とかも全てが下がっております。だから多分もう最強だよね、多分。もうほんと地上最強だと思うんだけど、どれぐらい継続するんだ、これ、効果。多分もう、あ、切れた。だから、今度は、ちょっとルビー、いきます。まあ、多分ルフィでも瞬殺されちゃうと思うんだけど、ルフィをこうして、で、だーかっ、あ、ゾロも来た。仲間出すのか、ルフィ。どう、すげえ。どうだ、いけ。さあ、果たしてどっちが勝つのか。ゾロ VS ゴールドロジャー。しかし、やはり強いのはゴールドロジャー。ルフィさんがなんかギアフォース、わあ、つえ、もう瞬殺よ、これ本当に一瞬よ。ちょっとしかダメージ受けてないもん、これ。いや、ロジャー、つえー。敵の動きはおそらく止めつつ、ギアフォルビアいいか、さっきもゾロ見したから。いや、ブルックをちょっと今準備してたんですよね。で、ちなみに、これ、かなり便利です。こういう感じで、いろんなものがあるんですけど、まあ、サバイバルクリエイティブに変えたりとか、で、回復、そして経験値とか、テレポートとかもあるので、まあ、こういう感じで、プレイヤー以外とか自分のみとか自分以外とかこういう感じで、まあ消すこともできるのでね、かなり楽な感じだね。ちょ、ブルック見てよ、ブルック。よほほほ、おお、すごい。
さあブルック VS ゴールドロッチ、え、まだ終わってない、まだ終わってない、うわすごい斬撃を、かっこいいなこの斬撃、さあブルック特務、あいえ一瞬で、やっぱロジャーは強いわこれ、ちょっとレベル違うねロジャーさん、あ、危ね、すべて危ね危ね危ね、で、まあとりあえずね、キャラクターはどんどんいろんなキャラクター戦わしたいんだけど、ちょっと今チラッと見てもらったら分かったと思うんですけども、キャラクターが本当にいっぱいいるんですよ。こういう感じでロジャーみたいに技を打つキャラクターとかね、でもちろんこれカイドウとかさ、カタクリとかいるんだけど、まあこれはまたあのサバイバルとか、それからちょっとね、そのロジャーとかと戦わせたりとかちょっとしたいので、その時にまたお見せしたいと思います。でこういう感じで、まあもうね、マゼランのドクドクとかさ、結構こういう感じで技があるんですよ。例えばじゃあ最近っていうか、あの最近のアップデートで、追加されたマグマグとかちょっと食べてみる。はい、というわけでちょっとあれからいろいろちょっとあのテストというかね、ちょっとしてました。で今マグマグの実を、食べた状態なんですけど、食べたら、このようにまあ大噴火とか溶岩、まあこういう感じで技が出るわけですよ。ちょっと技の名前忘れちゃったんだけど、多分大噴火は合ってると思うんだけど、でこの大噴火、まず大噴火からいきましょう。右クリックですね、右クリックすることによってこのように、わかるかな、ちょっと今見づらかったかな、このアクションからいくか、これで向いている方向にこのようにマグマが突っ込んでいくと、五条先生の紫みたいな感覚だね、感覚的には。で今上のね、そのまあなんだろう、体力のちょっと上の左上のところの赤いゲージがあると思うんですけど、それがなんだろう、使ったら消費されていって、まあまあ使うたび、時間が経つたびにどんどんこのゲージが復活していくっていう形になります。あ、サボだ。で次、溶岩移動、これなんですけど、これはこのように押した分だけ空飛んでいく。でもね、そんなに長く使えるわけではないかな、本当にちょっと緊急用かも。これがマックスですね。はい、こんな感じの技です。でさらにここに一度シフトをします。そうすると技が変わるんですけど、これは押したところ、ほらこのように泳げることができます。まあマグマグ自体ね、まず溶岩効かないっていうのがあるんだけど、ブロックを溶岩に変えてしまうという技なんですよ。なのでこうやって下向いて、まず入った瞬間にも、あとはこうやってやるだけで、まあその移動していくことができるっていう技ですね。はい、まあ結構これいいんじゃないかな。溶岩なんか通れない敵がほとんどだからさ、逃げる時にはすごいいい気がする、この溶岩に関しては。で次こちらですね。これは長押しをすることによって、このようにすごいよねこれ、ほら見て、長押しすると溶岩が出て、離すと、マグマブロックに変わります。でマグマブロックが時間経つと、このように、丸石ブロックになるって感じですね。もう一度、長押しすると溶岩、はい、そして手を離すとマグマブロック、そして時間が経つと丸石って形です。結構これ強いと思うんだよね。ずっとこうやって打ち続ければずっと溶岩攻撃をすることができる。まあでももちろん多分限度はあるんだろうけど、このようにずっと溶岩で覆い尽くすことができて離す、はい、こんな技になっております。で次、こちらですね、流星火山、これはまず違うな、こっちからかな、これかな、なんていうんだろう、群長火山っていうのかな。これはまあ普通にこういう感じで連打で、まあ、炎を出すことができると。ごめんなロビー、こういう感じでバーって打つことができます。でもちろんちゃんと左上のね、そのマグマが消費されてるからずっと打てるわけではないっていう感じですね。でもその代わり十分強いですよ、消費は少ないから、このマグマの炎の、まあでも攻撃力はそんなないかなっていう感じだけど、でも普通に強いよこれは。さすがロギアというかね、さすが赤犬の技みたいな感じは気がするけどね。では次、こちらメイグっていうのかな、これほらファンかっけー。まあこれがね、多分エースを襲った技だと思うんだけど、このように突っ込んで攻撃することができるって感じですね。これをこの状態で、あー行っちゃった、突っ込んで攻撃、このように、あーあーほら、あ、同じ、ここじゃダメなのか、こうしてこうか、 OK、 こういう感じで、まあ、攻撃することができるという技になっております。で最後なんですけど、こちらですね、で先ほどチラッと見えたと思うんですけど、これです。はい、群長火山っていうのか分かんないけど、おお、いきます、超かっこいいのよこれ、もう打てるか、いきます、はい、おらー、かっこよすぎ。そして時
間が経つと上に飛んでいったのが、落ちていき、来るはず来るはず大丈夫来るはず、あもうんなんか倒れたな、あれどこ行った、あれあれあれちょっと待って、撃って撃ったやつが、あ向いてる、こうか、こうやって自分の向けといたところに落ちてくるんじゃないかな、ん、あ来た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 、こういう感じで、向けてる方向に、まあ上に上から火山、火山が降ってくるっていうことです。はい、こんな感じでやっとくと、で多分来るか、来た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 、こういう感じで向けてる敵に、こうやってカーソル合わせてる敵に対して、まあ、飛んでいくことができるっていう技です。はい、まあ、こういう感じで今回ちょっとね、マグマグの紹介、これが一番最新の、技なので紹介させてもらったんですけど、こういう感じでどんどん、そのすごいクオリティの悪魔の、身の技とかがありますので、それこそカイドウでね青龍とかになったりできたりするからさ、でこういう感じでね、もちろん海軍とかもいっぱいいるし、ベリーとかもあるから、で宝箱ももちろんあります。だから悪魔の実を、サバイバルでゲットするみたいな、多分ああいう船とかにあるのかな、どうなんだろう、それか、能力者というかそれを倒したらゲットできるのか、ちょっと見てみようかついでだから、こういう感じで、ああここに宝箱あるね、ああ技使っちゃった、あれこれ壊さないといけない、これあれ、あ鍵か、これはおそらく鍵が必要で宝箱開けたり、ゼーラーレビングしたよー、そうか今あれ撃ったんだった多分今火山撃ってたな。まあこういう感じで、まあちょっとサバイバルもできるので、ちょっと今後サバイバルもやっていきたいなと思います。とりあえず言えるのは今日はちょっとゴールドロジャーがちょっと強すぎましたね。で初めての、統合版になりましたので、いや普通に楽しかった。ちょっとエモートがさあ、出た、これ好きなの私まあ初めての統合版ということで、ちょっとまた今後ね、統合版ちょっといっぱいやっていきたいと思いますので、よければ見ていただけると嬉しいです。はい、ということでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあ皆さんお疲れ様でした。いいねーこれ、いいよ、はいバイバイ。